皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋紗子です本日のテーマは目標を最短最速で叶えたい人におすすめの簡単なやり方とはということについてお伝えしていきたいと思います、えー、いろんなシーンでですね目標っていうのはあの作る 方多いいと思いますしもちろん私も目標っていうのはあの毎回年頭の目標とか、まあ、もうちょっと小さなところだと1ヶ月とか1週間単位の目標っていうのは立てているんですけれども特に長期タイプの目標ですね1年後とか3年後とかこんなふうになりたいとかいうね目標があった時にあのおすすめの 簡単な方法があるので、まあ、それをね、あの今日はちょっとシェアしようかなと思って、こちらの動画を撮っておりますので、えー、よかったらね、あの聞いていっていただければというふうに思います。はい、それではですね、本題に入っていきたいと思います。目標を最短、最速で叶えたい人におすすめの簡単なやり方は何なのかっていう話なんですけど、これ聞いちゃうとですね、あっけなくって、 えそうなのって思うかもしれないんですけど結構ね即効性があって効果が高い方法です。それをお伝えしますね。それは、えー、環境を変えるこことでですすれ一番早いです環境を変えるっていうのはつまり、えー、自分の思考の癖とか方向性、まあ、もっと言うと当たり前だと思っている世界観とか。 当たり前だと思っている自分の常識を変える方が簡単だっていうお話です。これはエピソードがちゃんとあります。あの二つエピソードがね、あるんですけれども、あの一つは私のあのクライアントさんの案件と、もう一つはあの私自身のあの案件です。 はい、でそれちょっと、ね、お話ししますまず一つ目のクライアントさんの事例なんですけれども、えっと、私のクライアントさんで、まあ、あの教室業の方ですよ教室業の方なんですけれども、えっと、年商7000万円超えっていうねあの1年間の年収を達成した方いらっしゃるんですよで。彼女はもともと明るいしあのよく頑張るし、まあ、あのそ,そうなるにふさわしい人なんですけれども。 なぜそれができているのかっていう秘密が分かったんですよ。なるほどって思ったんですけれどもあの実は彼女の家系っていうのは、まあ、自営というかまあ、自分で商売を営んでいる家系でであのお父様がねまあお医者様なんですけれどもあのだからといってお父様の資金援助があったとかじゃないんですよ。その 商売の勘とか勉強していく、えー、その生活習慣とかがあってあの姉妹なんですけどお姉ちゃん2人上にいるんですけどその姉さんたちも経営がバリバリでめちゃめちゃうまくいってるんですよ、まあ、だから商売家系っていう感じなんですねでその中の,、まあ、あの三女なんですけどね彼女は。で そしてお姉ちゃんたちがすごすぎるしお父さんもすごすぎるからそんなに自分すごくできてるのにまだまだですって言うんですよ。ああのお姉ちゃんたちに比べればとか言って言ってあれとか思っていや世の中的にはしかも教室業の世の中的にはまあできてる方なんですよだけどあの謙遜とかそういうんじゃなくて本気でまだまだって言うんですよ。 なんでだろうと思ったらできすぎてる人が近くにゴロゴロいてその家族ではものすごく、まあ、稼いでるみたいな状態が割と当たり前でだからといってすごく主戦土みたいにお金お金っていうふうにしてないんですよあのなんていうさらりとライトな感じでいるのは多分ご家族の家系がそういう感じなんだろうなっていうふうに思ったんです。だから あのお金を扱うことにブロックが最初からない方だったんでなんでだろうって思ってたんですよね理由が分かったんですよあの家族でみんなもっと普通にお金を動かしてるからその絵姿を見て育ってるから違和感がないんですよねやっぱそういう方って、まあ、当たり前ですけどうまくいきやすいしあのもっとできてる人が近くにいるから。 まあ、あのいい意味でですよ、まあ、頑張ろうっていうぐらいのライトな感覚なんですけどあもっと頑張ろうみたいな雰囲気です、<laughs> そ,うそうなんですよ。だから、あの教室業の先生からすると、まあ、私今、ね、今1000万ぐらいはやろうかっていう話を皆さんに言っていて平均値がそれぐらいあると、まあ、お金的にも余裕ができたりお子さんの,、ね、あの学費とかいろんな意味で。まあ マイホーム買うっていうのはちょっと難しいかもしれないですけどね3000万から5000万欲しいなっていうところですけどあ、ね、年賞ですからねこれ <laughs> ず一生涯稼ぐお金じゃなくて年間ですからね3年頑張ればね1000万毎年貯められれば3000万貯まるじゃないですか <laughs> っていうまあそう,そういう感覚なんですけどねその感覚っていうのが結構 いいなと思ったんですよ。つまりその方の思考は環境によって生まれているものだということなんです当たり前の基準値が他の人と違うからっていうことなんですねでは今度私のお話をしますね私の場合にはまああのその2つあるんですけれども一つ目は本の出版 なんですよね。で本の出版ってまあ出したことある方とかは多分理解できると思うし、出したことない方もなんとなく想像つくと思うんですけど、本一冊出すって割と大変なんですよ。割と大変なんです。であの企画書を出したりとか当然その出版社さんとの面談とか、出した後それをさらに反則をかけていくとか、まあいろ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 やることが多いんですよ。これ出してみて私も分かったことなんですけどね。まあ、著者作家 としてててやっっいいくっていううとところで言うとだから1冊だけ出して終わっちゃう人っていうのもあまりにも疲れすぎてあとネタ切れしちゃって終わる人っていうのもいるし。うん という反面、逆に10冊とか20冊とか30冊とか50冊とかめちゃめちゃ本出している方もいらっしゃるんですね。であまりにも遠すぎるとまあ雲の上の存在的な雰囲気になってしまうのかもしれないんですけれども私が今あのこちらの、ね、動画を撮っている段階で、まあ、6冊の本が決まっていて、まあ、5冊出して今6冊目書いている状態なんですけれども、あのー、1年に1冊以上のペースで書いています。で それができているのはなぜなのかっていう話なんですけどこれも私の中の当たり前という常識が変わってるからです本一冊書くのめちゃめちゃ大変だよね一生に一冊書ければいいっていうふうにもしも思っていたら当たり前ですけどこんな書かないですよ私にはあの伝えたいこととか伝えるべきものがあってそれを手に取った方にとって人生が変わったりとか それによって救われたりっていう人が、まあ、実際声いただいてるからわかってるんですけど本の影響力ってすごいなっていうふうに思ったんですよでやっぱりあの私と直接お話とかできるところまで時間が取れない方とかもねいらっしゃるからそのうう方にやっぱ本はお届けしたいとなると伝えたいもの私の中にいっぱいあるんですよだから本出していくっていうのはもともと決まっていてで 一冊出せればいいって思ってる人は一冊で止まるんですけど私まずは10冊って思って書いてるんですよまずは10冊で1年に1冊書ければ10年でなんとかいくなって思ったところが1冊目を出す時の私のマインドだったんです で今、1年に1冊以上かけてるっていうのが、まあ、きょ去年、特に2冊を出したからなんですけどでこれからの計画は年に2冊と思って計画立てているんですそうすると10年かかるよりももっと早く10冊っていうのがまずは10冊まずは10冊なんですよ。ってことは20か30出したいと思ってるからまずは10冊って思っているんです。なのであので当たり前の基準値が変わると 1>, 1冊出すのが夢だっていう人は1冊で終わるけれども私はまずは10冊と思ってるから10冊まで頑張ります、まずね。で、この時にあに速度を、ね、去年から上げたんですよ。年に2冊してみようと思って。でも私が書きたいって言っても出版社があの出してくれなければ出せないわけですからそこも含めて2冊プレゼンテーションもやってね、2冊っていうふうに決めたんですよ。でその時に どこを目標にしたかっていうと年間10冊以上本を書いている石川和夫先生という方がいらっしゃって、まあ、あのとあるね出版のセミナーで知り合いになったすごくとても人柄もいい方であの尊敬してる方なんですけど年齢ほぼ一緒なんですよ。であの石川さんは えっと5つの仕事を持っていて会社員やりながら他に講演講師とかいろんな顔を持ってる中で時間術の本書いていてさ私も時間術の本書いてるんですけど時間の使い方がめちゃめちゃ上手ででで年に10冊ぐらい本書くんですよ私の中ではありえないとか思いながら聞いてました最初10冊って聞いた時に。 でも、石川和夫さんが十冊年間に書けるんだったら、私、年に一冊って思ってたけど、二冊ぐらいは書けるんじゃないと思って、年に二冊か書いたら書けたんですよ。まあ、今年も書くんですけれどもね。だから、あの基準が変わるといいっていうことがあるんですよね。まず、まず一つ目。はい。だから、自分が思っている基準をいかに変えていくかっていうのが。 一つ大きななポイントなんですよねでもう一つはあの私のサックスの修練度になるんですけど今年で丸4年まで五5年目に入るんですが、えっと、最初習って3ヶ月で、まあ、アンプしてライブやってるんですけど4曲だったんですけど、まあ、そこがきっかけでちょっと本気でやろうかなと思って結構本気で練習してるんですよ。三年間四年間ずっと三日空けてない。 基本的に仕事しながらですよでなぜそこを頑張るのっていうのはもちろんライブで喜んでくれる人がいるからっていうのが一番大きな要因ですだけれども私の目標がまあ当たり前を変えるっていう意味で言うと2人のサックスの先生になってますその先生と同じ舞台に立った時に先生と生徒じゃなくて 1, 1プレイヤーとして認めてもらって気持ちよく同等レベルに吹いてセッションできる私になりたいって思ってるのが私の基本の目標のとこなんですよ。っていうことは私が頑張ってそうやって練習している間にも先生、たくさんいろんな人を教えてたりプレイヤーとして活躍するからますます差が開く一方なんですよ。本業なのか本業業ななのののかかででででいいいいっっててうははあるるんですけどねももそれでも私は追いつきたいと思っているし あの教えてるっていう立場を超えて自分も乗ってて楽しいよねって吹いている状態の精神状態に先生をしたいって思ってるんですよ <laughs> っていうのもあるしあとはすごい憧れてるねサックスの,あのプレイヤーがいるんですけども横ミラーさんってい方いらっしゃるんですけど彼女みたいにかっこよく吹きたいみたいな彼女みたいにっていう目標値があるわけですよ。 まああの絵面格好はねだいぶいろんなことやってますけれどもそうするとめちゃめちゃもう活躍界で活躍してるプレイヤーなんですよ人気とか人気プレイヤーでもあるしでその人と同じようになりたいって私思ってやってるから基準値が違うからそ,のそこにふさわしいように毎日はできなくても可能な限り時間を作って練習をしてるからうまくなる度合いが普通になんとなくぼよよんってやってる人 よよりは当然でですすけど早いんですよ仕上がりが2人の先生に「セミプロの領域にだんだん入ってきたよね」みたいなことは言われてはいるんですけれどもそんな感じでだから基準値ががどこにあるののかっていうのが、まあ、結構問題なわけですよ要は自分の当たり前が自分の成長を止めてるケースがあるということなんです。 じゃあもう一回本題に戻すんですけど最短、最速でかな目標を叶えたかったら環境を変えたらいいって言いましたよね。環環境境どういう環境にに置い,たらいいいいに置たらのかって言ったらそれを叶えることができている人ないしはその人の周りにいるグループに入るないしは近づくのが一番早いです、やっぱり。 だってその人うまくいってるわけだからその人としゃべるとどういう思考でそうやってきたのかどういう行動をしてきたからそうなったのかって聞くの簡単じゃないですかで全く全部まねできなくてもいいけどその十分の1でも真似をするとうまくいく可能性高まるじゃないですかだけどじゃあ例えばその高めようっていう方に行くと自分に負荷がかかるから楽じゃなくなるんですよ、まあ、私は楽しんんででやってるからいいんですけどね その楽じゃない環境、嫌だ、心地いい、自分のペースで緩やかにできる方がいいという人は別にその道を選んだらいいと思うけれども、緩やかな場所って大概、成長はできないです。だって、そこの場にそのままいれば、緩やかにいい感じの状態だから、成長はできないですよ。成長するということは、筋肉もそうなんですけど、自分に負荷かけないと成長しないですよ。ということは、その場所を選んで身を置いちゃう方が早い。 だから環境を変えた方がよくて環境を変変えるってことは思考が変わります私のクライアントさんでうまくいってる人はみんなそうです。あの一人ででやっててうままくいきませんでした私のサロンに入ってきて私の指導を受けてもっと普通にやっている人たちを見てあそこまでが普通だったんだ自分全然やってなかったんだっていうのがあのわかるみたいな感じ。 になった時に初めてググっと自分の行動に速度がかかるから最短最速で目標が叶うようになっていくまあ単純なんですけどねまあ他にもいろいろ方法あるんですよあるけど私今まで見てて効果が高くって一番早くて楽ちんなのってあのうまくいってる人の真似をするつまりその人がいる環境のところ自分が近寄ってってやってることを見て真似をしていく っていうのが一番早いかなというふうに思っていますはいということでじゃあ本日のまとめに入りたいと思います、えー、目標を最短最速で叶えたい人におすすめの、えー、簡単なやり方とは、えー、こちらの方は環境を変えるイコール思考を変えるうまくいっている人の真似をするという、まあ、すごく単純でもあまり皆さんが ちゃんとやってないことを今日はお伝えしてみましたご参考までにそれでは